って大丈夫だったかな。ちゃうかな。ああびっくりした。もしもし。もしもし。ちょっと待ってね。音量大丈夫か。普通に叫ぶから音量下げてた方がいいよ。わかった。メイたち大丈夫。大丈夫音量。鼓膜破れた。マジ。ちょっと待って。下げるね。破ってけ。メイたちの雑魚い鼓膜破ってけ。メイたち、ちょっと雑魚いって言われてるぞ。頑張れ頑張れ。鼓膜そんなに破れてるのか。まだまだ雑魚い鼓膜だな。はおられてるぞ。待って、光ってる武器初めて触った。血の下しのね、ブーシャー、そのくらい余裕なんだよね。ちょっと待って。おい、勝手に人の家に入ってくるんだよ。エッチ出ていけ出ていけエッチだよ。女子のうちに勝手に入ってくるよ。なんという人の気者だ、あのダークネジュイーター。やべ闇だけ食ってろ。いってて。自分ちの子だった？血のね、屋上があるんだよ。仏像？え？今なってた？なんだよ仏像って。何のために作るんだよ。城の仏像あんだっておかしいだろ。牧場だよ牧場。どれでもいい。ええ、待って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 、めっちゃいるめっちゃいるめっちゃめちゃめちゃいる。ちょっと待って待って待って、ちょっと多くないか。ちょっとあの共同ハウスより多い。ちょっと待って待って。え、掘ってちゃってんの？木みたいなも全部壊したい。全部丸裸にしたい。そこエッチじゃん。お見しも悪いよな。先に言ったのそっちだったし。すごいエッチだとは思わなかったけど、そういう風に考える。エッチだな、マシャルは。あ、じゃあ全然こういうあれ、うん、あの探検とかしたことないの？ない。あ、じゃあこういうなんか探検は初めて？うん、は初めて。じゃああれだね、初めては治療だね。これまた俺はめられそうになってるって。なあ。あれ、治療頭壊れてる。頭壊れてる。黄色、頭大丈夫か？頭大丈夫か？キャー。マサルくんは純粋だね、超だね。マサルのいいとこ一つだ。なんやて？なんやて？単純バカなとこは。それ褒められてない。男の子なのに可愛いってよく言われる。そんなことはない。でも可愛いよな。なんで俺10歳でそうやって言われてんの？上からでくさ。千尋も可愛いぞ。お、ほら、おほら、言われてるぞ。あ、なんだよ、お前が言ったんじゃん。ちゃうかんな。大丈夫。千尋の方が可愛いぞ。それはどっちのことなんだ。ん？コメント？うん、違うぞ。俺からだぞ。ドキドキマギが。茶化しおる。これと。これめっちゃ頭固くなるやつじゃない？硬くなる？もともとカチカチじゃん、多分。言い返せねえんだよな。くそくそ。ありがとう。じゃあじゃあお家帰ります。ありがとうね。バイバイ、またね。バイバイ、うん、ありがとう。みんな聞いてくれるか。初めての通話だったんだ。めちゃめちゃ優しかったな。